カモス島と、カモス島とソーシャルアートで地域を発行。毎月第2木曜日22時30分からは、創造的なアイデアが地域に根付くプロセスを発行と捉え、それを仕掛ける人、カモシストをご紹介していきます。地域を醸す人に注目し、そのカモシストが社会や環境にどのような変化をもたらしているかを詳しく伺います。さあ、今日で10回目になりました。カモシ島とソーシャルアートで地域を発行。本日のカモシストは、彫刻家でいらっしゃいまして、九州大学大学院芸術工学研究院准教授でもいらっしゃいます、友谷美香子さんをお招きしております。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうこんなに今日で実はこのコーナーがおしまいに一回なるんですが、こんなに前打ち合わせで盛り上がったことがないっていうぐらい全部録音していけばよかったっていうぐらいのもう本当にこうなんていうかな、響く言葉の数々をたくさんもすでに聞かせていただいてるんですが、うん、友谷さんはもうすごい面白いというか、もう狙ってできない経歴っていうかもうこれはなんていうんですかね、青年海外協力隊としてコスタリカの方へ20代半ばで出向かれてるんですけども、うん、その以前に もっと先祖代々、はい、すごい家系でいらっしゃると、彦さんの修験の山伏だったっていうことで、はいはいはい、会ったことないぞこの人って思ったんですけど、まあ、私自身実は山伏ってどうやったらなれるんだって調べたりしたことがかつてあったりして、もう本当に興味津々なんですが、はい、まあ、でも本当になんていうかな、簡単に話せないような長い歴史が、まあ、あるとは思うんですけども、今日のちょっとお話として、はい、友谷さんが携わっていらっしゃる彦さん修験道の文化財を復元するプロジェクトっていうのがあると、はい、でこの度はすみません本当不勉強なんですけど、初めてそんなことが行われたことを知りまして、ちょっとその携わるきっかけというか経緯というかですね、はい、ちょっと伺いたいなと思うんですよね。はい、でまずその素行の話に行くためには、うん、その幕末から戦中にかけて行われたという仏教排斥運動と、うん、そうですね、こういう歴史の流れがあったと、はいはい、もう仏教に関わっちゃいけませんよっていうようなことを政府から言われるわけですよね、うん、そうですね、そうなると、うん、代々山伏だった友谷さんの お名前から変えなきゃいけなかった。そうですね、地足院寺からその上の樽を知るという言葉だけ取って友谷という名前に変わってるんですよね、うん、で山伏自体は仏教だけっていうんじゃなくて、うん、もう神道も道教も仏教も全てを集合させて、まあ、宗教と言っていいのか、うん、一番本質は自然の中で、はい、自分と向き合って、うん、で体験実践を通じて、うん、真理をつかんで、そのことによって里の人たちの心を救うということが、うん、その目的、うん、目的というかですね、なのでその非常に、まあ、私から言わせればこうアート的な、うん、なんですか、思想体系だとは、うん、思います。でその最初の質問から言うと、 そこで排斥されて、まあ、その時たくさんの文化財が壊され、うん、でたくさんの山伏が山を降りた中で、はい、で、まあ、壊されたままになっていたものを今の芸術工学、私、まあ、彫刻もできるということで、はい、まずその鎌倉時代に壊れたものを、元の形に復元しようというふうなことをやっていますね。すごい。それはでも壊されたものが大事に取ってやったってことなんですか？はい、隠されてましたね。だからその見つかれば壊されるので、場所を変えていろんなところに隠したり埋めたりしていたものを、3箇所に分かれていたものをまた昔の色に合わせて、うん、同じブロンズと、まあ、金メッキで、うん、復元したんですね、うん、不動明と一緒に、はい、もうそれは友谷さんが関わらなければ復元されなかったものかもしれないってことですか？はい、
そうですね、その多分ですね、その物資っていうもの、人は、うん、あの専門的な人はたくさんいらっしゃるんですけれども、うん、多分その先祖の思いを、うん、残してるその子孫の私がやるということに意味があったんじゃないかなと思いますけど、うんはい、もうそんなことをそんなことをやりたくて彫刻を勉強したわけじゃないんでしょ。そうですね、その先ほど協力隊の話出ましたけれども、うんうん、やっぱ日本に帰国してちょっとこうふわふわしてる気持ちの時に、うん、やっぱ彫刻っていうのはその先ほども言いましたけど、その素材に触れて、うん、その素材からの抵抗感で自分が今ここにいるっていうことをこう確認するような芸術で、うん、でああやっぱり私は今ここにいるんだなっていうのを確認して、やっぱりその帰国したこう自分の不在感っていうのを少しずつ取り戻していける、うん、で彫刻っていうのはやっぱりその世界と自分をこう確かなものにしてくれる、うん、でそれを突き詰めていったら、その目に見えない、うん、もうかつていたんだろうけど会うことができない先祖の思いとか、うん、そういうものを今の自分だったら形としてもう一度取り戻せるかなと、うん、まあちょっと思って、まあ、いろんな人のご縁によって、うん、その携わることができたという形ですね。うん、彦さん自分の方がもともと復元したいという思いを持ってらっしゃって、はい、それと私の思いがつながったという感じですかね。うん、はい。本当に山伏の皆さんっていう言い方があるか分かんないですけど、はいはい、なんか結局その私の中では宗教と絡んでるか、宗教とかっていうよりこう山のスペシャリスト的な感覚があってそうですね、山のことも熟知してあって、はいはい、そこからいろんな、いや実際いろんなことが学べる、生きてるものと死んでるものとから、そうですね、いろんなことが学べるんじゃないかなって、はい、山の話からいくとですね、はい、彦さんには4つの結界があって、うん、その一番上からそのいろんな禁止事項があります、はい、でその上に一番上にはこうブナの木があり、うん、次には杉が植えて、まあ、ゾーニングですけどね、今の言葉で言えば、はい、それが何をやってるかというと水を守る、はい、水を守る思想っていうのが非常に古くからあります、うん、でその水を守るためにはその自然環境がいて、その自然環境って言ってもその微生物から、うん、そのいろんな有機的なつながりを含めて山なんですよね、うん、でそれに対して想像力を広げていくために、うん、山を歩いて観察して、うん、体験を増やしていくということがやっぱり修験の本質ですね、うん、だからその今でいうとこの環境省みたいなものですね、うん、でそれとあと精神的な面で言えば、山っていうのはたくさんの落ち葉、砕かれた岩、うん、でそのたくさんの死骸も含めていろんなものが、集積していく、死も含めて、うん、でそこから初めて、命が生まれる、木が生まれる、水が生まれると、うん、その大きな循環がダイナミックに起こっているところであるというふうな、でそこを守るということが山伏の本質、そしてそこに訪れた人たちに何を与えるかって、命を与えると、うん、つまりその今までの自分を仮に死んだとみなして、うん、そして山から今からあなたは新しい命をいただけるんですよと、うん、でそういうことを導くんですよね、うん、そしてその山から与えられた命によって新しく生き直すという、そういう大きなきっかけを与える、うん、それが山という集合体で、そこに、まあ、山に伏すと書きますけれども、うん、山に滞在してその山の、生まれ変わり、義士改正と言いますけどを助けていくっていうのが山伏の大きな仕事ですね。だから環境を守る、人の心を生まれ変わらせる、でそこを導くっていうのが大きな仕事だったんじゃないかと私は想像してます。なるほど、もうね、はい、もう本当スケールが大きい話でだけど結局なんか伺ってると、
生物の勉強も、はい、例えば数学も、はい、宗教にしても、あ、なんか結局全部目指す方向は同じというか、はい、知りたいことが同じというか、そうですね、生きて死んでいくことに全部実は、はい、疑問を持った人が研究したんじゃないのかなって、なんかそんな風にちょっと思えてきちゃって、そうですね、はい、まあ、死を意識することで生き延びる方向に想像力を広げていくということがやっぱり大事でですね、それはこうですよと言葉で教えられてもやっぱりダメで、こう自分を自然の中に投げ出していかないとですね、で、やっぱり獲得できない。で、これが、非常にですね、私から、ものを作ってる私からすると、まあ、今で言うところのアートというものに、どこかリンクするようなところを、まあ、自分では感じていますね。だから、修験道というとちょっと超能力みたいな、こうイメージがありますけど、はい、天狗とか出てきそうですね。天狗みたいな。それは、これは目に見えない有機的なつながりに対する、もう想像力というしかない。で、想像力もその対象に自分を置き換えて、そここの主体を置き換えて、そこから見返すぐらいの強力な、強烈な想像力を獲得して、その世界観を広げることで初めてつながりがそこにこう生まれていくんであって、ちょっと若干今のアートの現実だと、つながりを作るためにアートがって言いますけど、それはもう少しですね、自己内面にグッと入っていく作業があって、初めて相手も自分を大事にしてることが分かっていく、相手から見た風景が想像できるほどに想像力を広げていくのは、たくさんの体験実践がないとなかなか難しいんじゃないかなと思いますね。ですね、はい、そうなんですよ、先生、そこのあれですよね、結局自分と向き合っていくこと、はいはい、そこから始めないとっていうとこが実際一番難しくて、そうでしょうね、自分と向き合うのってすっごい実は勇気がいることで、はい、自分の弱いとこ知ってるから、はい、でも自然の中にいると自然が助けてくれますね、はあ、脳みそが自然の中で全く変わって自分に語りかけてきて、自分というのが自分の視点から見てるものじゃなく、周りから見る自分というふうに、自然が必ずそれを助けてくれる、それが手前にない場合はアートという手段を使えばいいだけの話でもそれよりももっと自然の中にいた方が、私たちの想像力というのは広がると実感してますけど、そうですね、シンプルに伝わってくるものが多分たくさんありますよね、はい、山の中に。それこそ太田さんなんかはね、はい、いろんなとこを歩かれていろんなこと感じられてる方だからいやよく分かってらっしゃることだ。いやもうね、気持ちがいいっていうのはもう分かりますね、山、そうですね、もう帰りたくない出たくないっていう風にもう本当林の中とかにいると、はい、出たくないって。そうですよね、はい、まあ、夏とか虫とかね、まんま刺されたりだーもうってなるけど、やっぱいい気分の季節はもう本当にすごいとこだなっていつもね思うんですよね、はい、で、ちょっとここで全然実は関係ない話じゃないっていう、熊本震災支援で、はい、小さいお家プロジェクト、はい、板倉作りのお家を作るっていう、そうなんです、ことにも携わってらっしゃると、はい、でこれはですね、はい、もともと板倉っていうのは板を神社仏閣を作る板だけで作っていくっていう、土を使わずに、はい、日本古来の建築方法で、はい、でこれは非常に、ま、地震に強いということと、うん、安藤邦弘先生という福祉島 の、 仮設住宅を来て作られた方が、はい、熊本支援にも携わっていただいて、そこでつながって、絵本の小さいお家ってご存知ですか、そういうなんか絵本がある
るんですね、はいはい、でその、それになぞらえて、うん、まあ、福島と違ってですね、こう熊本の方はあの破損した家屋が残ってるところが多いんですけど、うん、そこで寝る心から信頼して寝ることができないと、うん、お子さんもその自分の壊れるかもしれないという、うん、ちょっと不安を抱えてらっしゃる方のために、はい、庭先にあの小さな小屋を建ててはいかがかというような、うん、提案をしていたんです、うん、でそれはそのもっと大きい目的があって、はい、阿蘇の森林資源を活用していくと、うん、その山と人の住まい住環境というのを循環させるようなプロジェクトになっていけば、復興からですね、今度はもう本当森林活用という、はい、もう何ですか、もう信仰の方になっていくっていう風に、うん、まあ、そういうところを狙って、うん、進めているところで、うん、今、西原村商工会議所を私だけじゃなくて、まあ、プロジェクトのメンバーで支援できないかっていう風なのをいろいろやってるとこですね、はいはい、なんか板倉キットっていうその本当に組み立て式のキットまであるっていうことなんで、そうですね、150万ぐらいで建つんですけどね、本当に山に小屋が欲しいってずっと言ってるんで、はい、なんかもうえっと思って杉50本使ってるんですよ、150万ので、でその厚さ3センチのが3層、うん、はい、こう縦横縦横になって、もう縦揺れにも横揺れにも強い、はあ、そんなに、はい、張るっていうか使うんですね、それでその3日ぐらいで立つので、うん、昔やっぱそういうふうにこう移動するため、まあ、昔のプレハブですよね、あ言ったら簡易住宅みたいな感じなんですかね、でも上も下も横も木で囲まれて香りがすると、うん、もう心理的にすごい癒されるというか、はい、でしょうね、はい、でしょうよって感じですよ ね、 すね、本当にね気持ちよさそうですよね、まあ、森林林業の担い手減ってますので、うんうんうん、あのこれを機にですねつながりができたらいいなと思ってます、ね、本当ですね、山に行ったらいっぱい木はあるけどもう放置されてるとこが圧倒的にやっぱ多いですし ね、 西原修法堂ってその最初あの建てた小屋は最初の、はい、彦さんのように式でお払いしましたね、あ、本当ですか、お塩いとりって言って、はいはい、彦さんではその遠く離れた海岸から塩水、うん、はい、海水を取って山に撒くことがお祓い、へ、海と山が非常につながってたという印なんですけど、うんうん、あのね、塩で清めるって言いますけど、うん、あれはもっと海水だから、その 海に出るためには船がいるんで木がいるんですよね、うんうん、でその、うん、で川だからその山と海が非常にやっぱりつながってる文化だと私は思います、川を通じてね、すごい、もうなんか本当やっぱ昔の人はちゃんとちゃんと見てるっていうか、そうですね、すごい観察者だったんだろうなと思います、本当にそう思います、だからその、まあ、ひよさんの話に戻りますけど、うん、ね、あの太田さん虫がお好き、うん、はい、で虫もその微生物も、うん、全てこう含めて、山っていうのはそのこう成り立ってるんですけども、その有機的なその目に見えないつながりを現実としてやっぱり観察してたと思いますね、うん、それが人間 の遺体が土に帰るとこからも含めてですね、うん、その微生物の働きだから目に見えないけど確かに現象として確かにある、それは観察してるから分かることで、うん、その抽象的な神っていうのをただ想像してただけではなく、うん、自然を観察してあるんだと、うん、その権限と言いますけどね、山の中にはもうだからこれは絶対触っちゃいけない、この営みっていうものが神の働きだと、うん、あのそれは太田さんが今おっしゃった観察するという、うん、その瞑想する脳に違いですよね、観察するってことは非常に瞑想的なことなの でそこから知恵を学ぶという、うん、それはあの普遍的な知恵なんじゃないですかね、本当、そう思います、はい、あの、うん、別に古いから古いなんか、うん、あもう悪いものではなく、うん、あの今でもそれは今でこそ必要なのかもしれないですね、本当ですね、科学で証明されなくてもっていうところがやっぱありますよ ね昔の人の、はい、ですね、本当にあのこの続きはもうぜひウェブで皆さん聞いていただきたいと思います、もう多分もっといっぱいいろんな話が
伺えると思うんで、ぜひね、そちらの方も、ウェブ版の方もですね、今まで通り楽しみにしていただきたいと思います。先生、また後でちょっとお話ゆっくり聞かせてください。そうですね、ソーシャルアートのことは、ね、話せなかったのが、ちょっと心残りですね。それじゃあ、後で聞きますね。はい、はいはい、ということで、今日の本日のカモシストは、彫刻家で九州大学大学院芸術工学研究院准教授でいらっしゃいます、友谷美香子さんでした。どうもありがとうございました。さて、昨年の6月から始まりましたカモシ島とソーシャルアートで地域を発行、冒頭でも申し上げましたが、今回で残念なことに最終回となります。で、地域づくりをアートの視点から活性化させていく仕掛け人の皆さんを通称カモシストと呼ばせていただいてお迎えしてまいりました。そしてたくさんの貴重なお話を聞かせていただきました。で、皆さん感じたことといいますとですね、取り組んでいらっしゃることはそれぞれ内容はまあ違うんですが、でもやっぱり目指している方向、見ていらっしゃる視線の先には同じところにこうたどり着いているような、そういう印象を非常に強く受けました。そしてとても興味深いことだと感じました。で、そこにやっぱりこう、まあ、偉そうなことは言えませんが、社会全体としても取り組んでいくべき課題が、その皆さんがカモシストの皆さんが見ていらっしゃる先にやっぱあるんじゃないかな、いや後ろかな、そこにあるなっていうふうに見えたように思いました。まあ、特別なことを何か、私には何もできないって思っても、実は何かに一つ気づいていけば、一人一人がみんなそれぞれカモシストになりうるんじゃないかなというふうにも思いました。これまで、皆さんのお話は、カモシストの皆さんのお話はアーカイブの方でもまた聞けますので、ぜひカモシトオト、ひらがなです、カモシトオトのキーワードで検索して、何度も聞いていただきたいなと思います。月下中年では今後も地域をカモしていくカモシストを応援して、まいります。次に登場するカモシストはもしかしたら今聞いてらっしゃるあなたかもしれません。今まで応援ありがとうございました。さあ、カモシ島と今日最終回のウェブ版おまけのコーナーなんですけど、はい、友谷先生に引き続き、もう本当にこう、もう絶対さっきから言ってるんですけど、リスナーさんも大ボス登場って絶対出たって、ついに私本当に資料を拝見毎回こうするんですけど、はい、その時に、うわ、本当最終回にふさわしいというか出た、いや山の人が来ると思って、いや本当に本当嬉しいです。私もこんな DJ の方がいらっしゃると、いやいや今までよそうですよね、本当嬉しいですよ。そうかもしれないです、はい、で作品も皆さんに本当、これウェブとかで 見れるんですか、先生。あ、はい、もうすごい、友達で検索していただければ、汁を垂るって書くんですよね、はい、すごいお名前、はい、でもう本当にね、作品ももうちょっとやっぱ見ないとでも私一番やばい、これうちにあったらいいのにと思ったのが、やっぱ犬の跳躍する山の犬のねジャンピングワイルドドッグっていう作品で、そうですね、はい、あ嬉しいですね。いやもう山の中で走り回る犬は本当に宙に浮いてるんで、ですよね弾丸ですよね、本当に、もう絶対追いつけないし、はい、そうです、そうです。私父が彦さん住んでますけど、はい、そこで今北海道犬って言いますけど、昔、うん、アイヌの方が、うん、鹿狩り用に育ててた犬をですね、はい、彦さん今ちょっと鹿の被害がひどいんで、うんうん、鹿よけ用にこう買ったんですけど、うん、やっぱ本能なのか、うん、鹿に出会うとですね、やっぱ鹿を追うんですよ。でしかも2頭やっつけて、私も鹿肉、うん、漁師さんにさばいてもらったの食べましたけど、すごいでもやっぱりその殺される方を殺す方になってしまいますけれど、うんうん、そのこう瞬間の、うん、もうこう生きる塊になって山に転げていく、うん、犬っていうのは お分かりになるんですよね、太田さんは。分かりますね、お話ししてくださいよ。いやいやいや、今もう想像してましたもん、うん、いやだからやっぱりどうしても、うん、食べられる方にかわいそうと思っちゃう人も多いと思うんですけど、はい、違うんだと、その先生にさっき伺った話で、そこにすごいその瞬間に向かう
強力なつながりがそこにできてるんだっていう。そうです、命のつながりがありますね。そういうのを目の当たりにやっぱりすることが圧倒的に足りないというか、やっぱりそうですね。で、命っていうのはやっぱこういうふうにやり取りするものなんだっていうのが、もう本当私たちがもう入ることさえ許されないような、うん、もう聖域のような、うん、もう二頭のもうせめぎ合いの、うん、すごい精神領域で、うん、本当聖なる感じがもうしますね、うん、だから犬ってやっぱりその私たちに残されたやっぱり最後の野生だし、うん、やっぱり人間以外のものを愛するっていうことをやっぱり教えてくれる本当大切な存在だと思いますけどね。もうバタバタしちゃう足がバタバタしちゃう。本当そうじゃないと人間同士愛したって無理なわけで、うん、でそのじゃあ人間以外のものをどう愛するかっていう時に、うん、あ犬がいてくれることは私たちはとてもあのそこに何ですかね、あの簡単に簡単にっていうか、うん、あの自分人間の種以外のものを愛するってことを、うん、もう教えていただける。うん、本当自分の主体を自分の人間の一種以外に移せるっていう、うん、犬ってすごい存在だなと思いますね。本当ですよね。本当そう、自分からっていうか、まあその歴史いろいろ言われてますけど、やっぱこうお互い選んだというか、うん、こう一緒に生きていくことを選んだだけあるっていうか、うんうん、そういう存在だから、こう人間と協力してとか、あのその鹿を仕留めると、でも一頭で仕留められたんですもんね、セミとか。もうすごいと思う。でも犬っていうのは、まあ、動物はもうみんな自殺しませんけど、うん、自己犠牲で死ねるのは動物の中では犬、群れのためには死ねるらしいんですよね。うんうんうん、そういうところではあのちょっと人間がやっぱシンパシーを感じやすい生き物なんじゃないかなと思います。うん、ちょっとよくわかる。いやもうそうかもしれない。なんかこうウェブ版だと思ってこうもう本当にあの聞きたいこと聞いて犬の話で終わるっていう。あの先生、あのちょっとリクエストなんですけど。はい、ちょっとぜひまた来ていただけないでしょうかね、番組の方ぜひあのねえ、これは多分みんなもっと聞きたいっていう話が多分たくさんあると思う、ね、出てくるのは間違いないので、先生ぜひまた来てください。 ありがとうございますお願いします、はい、ということで、またあのゆっくりお話を伺うことを約束させていただいて、本日のカモシスト友谷美香子先生のご紹介をここで終えたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。